全然何聞いていただいても構わない、はい、もうなんかお受けいただくのが本当にあこの状態ではちょっとっていう、うん、今締め切り抱えてないんですか？いや抱えてますよ。抱えてますよ、当然抱えてるけど、なんだろう、前回のそのドキュメンタリーの時に、はい、その歌丸さんたちがいろいろ話してくれて、それを聞いてね、はい、うんそうだよなとかいろいろ考えるところがあって、はい、でスタッフ全員にこれ聞けって言って、あやっぱその噂は本当だった、うん、本当ですよ。まあだからそのぜひね一度ちゃんとお話ししたかったのもあって、はい、ありがとうございます。はい、こんばんは。東京赤坂 TBS ラジオ第6スタジオから生放送しておりますライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル、パーソナリティのライムスター歌丸です。さあということでいきなり、対談のね冒頭部分お聞きいただきましたが、今夜はスペシャルな対談企画ついに放送いたします。今日はねちょっともう素材がもう取れ高が半端じゃないことになっておりますので、もうあんま時間がないので早速今夜スペシャルウィーク数字が間違いなく取れるスペシャルウィーク企画メニュー紹介していきます。こんな感じです。この後すぐいつものミニコーナーちょこっとラボはお休みして、そんなことをやってる場合ではございません。こちらを早くもお送りいたします。秋元康歌丸スペシャル対談、これまで様々な形でアイドルそして AKB48 について言及してきた、そして研究してきたこの番組ですけど、その声が届いたかついに AKB48 総合プロデューサー秋元康さんとのスペシャル対談が実現いたしました。時間が11時台だけでは収まりきらないボリューム取れ高が取れてしまったので急遽拡大いたしまして、まず、対談の冒頭部分この9時台にですねオンエアして、これ非常に重要なこと話してますよ。この9時台にオンエアして、その後11時から特集コーナーサタデーナイトラボで対談の続きをたっぷりお送りするという、段取りになってる。だから1時間20数分ぐらい分ぐらいはたっぷり送るってことじゃないですか。はい、ということでそちらねぜひ聞いていただきたいと思います。そして10時からはムサペス映画評論コーナーザ・シネマハスラー、今夜の映画はブルース・ウィルス主演大人気シリーズ最新作ダイハードラストデイをどんだけ今日は爆発が起こるんだというね、そして続いて10時40分頃から J-POP DJ コーナーディスコ954 VIP DJ's Night、今夜の DJ はヒップホップ DJ 柳竹さん改め DJ 柳 TK による、小室哲哉関連曲の鉄板ミックスです。どれだけ数字が取れそうな企画を重ねてくるんや、そしてさらにもうそれだけで飽き足らず柳竹くんの DJ タイム中にスペシャルなゲストも登場で、これ私誰だか知りませんからね、番組ゆかりのどなたかが、乱入ということでどれだけ重ねてくるんやそして深夜0時から初代島尾真帆さんのぼんやり相談室、漫画家にしてエッセイストの初代島尾真帆さんが、リスナーの皆様からのお悩みにズバッとぼんやり回答してくれます。そして今夜スペシャルウィーク、特別企画として今夜、知ってる人から生電話相談スペシャル、なんと相談者映画評論家町山智博さんが最近の悩み事について電話で相談してくれるそうです。むしろ答えづらいわっていうことじゃないでしょうね。これ大丈夫でしょうかね。でも町山さんまでこれ12時台以降出演していただくということで、これはもう数字対策万全でございますんでね、もうこれで取れなかったらもう数字の取り方が間違っていると、言わざるを得ないこんな企画でね、スペシャルウィーク勝負したいと思っております。ということで番組へのメッセージはこちらまで。メールの方は歌丸 @tbs.co.jp 歌丸 @tbs.co.jp、 ファックスの方は 03-5562-0954 03-5562-0954 までお送りください。それではライムスター歌丸のウィークのシャッフルスペシャルウィーク、いつも以上の圧縮陳列スタイルで深夜12時30分まで生放送 TBS Radio 954さあということで TBS ラジオライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル、ここからいよいよ私歌丸と AKB48 総合プロデューサー秋元康さんとの対談、その前半部分お聞きいただきたいと思います。でまず秋元さんと私は2008年頃ですかね、一回秋元さんのラジオ番組で一回お会いしたことありました。ただその頃はまだ AKB、今のような大ブレイク前で、むしろちょっと一瞬レコード会社契約がなかったりちょっと落ち込んでる時期だったり、そんな時期にしたんですが、その後どうなったかという件もありますし、もちろんこの番組ドキュメンタリー映画ドキュメンタリーオブ AKB482作目3作目シネマハスラーで扱って、2作目に関しては、放課後ポッドキャストなどであったりとか、先日のね峯岸みなみさんの丸刈り事件に関して、コンバットレックさんと緊急対談なども行ったという経緯がございます。もっと言えば私たちブブカチームがですね、過去10年以上にわたって重ねてきた、アイドル文化をいかに面白くどうやったら面白くなるのか、そしてもう一つアイドルというものにまつわる不幸さというのをね、どうやったら軽減できるかという問題意識がベースにあるという、そこで今その秋元さんに何をぶつけるかというあたりが、聞きどころでございます。でですね、NHKBS プレミアムで先日秋元康さんの密着ドキュメンタリーなんかもあって、それ、を見た、前提の話なんかもちょっと入ってたりとかですね、しますと。で、収録自体は、今週の火曜日、秋元康さんの事務所で、収録されました。でですね、最初は1時間の予定だったんですけど、秋元さんがもう大幅に時間をオーバーして、もう話して、もう周りのスタッフがやきもきし出すぐらい話して、しかもですね、僕が、15分前にその約束の場所に着いたんですけど、もう、待ってらっしゃってという歌丸さんをちょっとその迎えてたらあれでしょうねとお互いのその舐められちゃいかん合戦みたいなそれ始まってたわけじゃないですか。で僕ついていきなりにどうもちょっと本当申し訳ないですけどトイレ先行っていいですかっていうそこ右ですみたいなね、そんなやり取りがこの事前にございましたということでございます。はい、ということでたっぷりねでも本当秋元さんこれをお聞きいただければ分かると思いますけど多分他のどのメディアでも聞いたことないぐらいちょっと腹を割ってお話しいただいてるんじゃないでしょうか。特に注目はやはり峯岸みなみさんの、丸刈り動画、謝罪、事件以降初、そのことについてズバリちょっとね、秋元さんどう思うかを聞いてみたりするので、多分メディアに出るの初めてだと思いますので、ご注目ください。ということで10時直前まで秋元康さんと私の対談をお聞きください。僕らがずっとこういろいろ話し合ってることって大きく言って2つだと思うんですけど、まあアイドルというこの文化というかジャンルの面白さ、本当の面白さを引き出すにはどういうやり方があるかっていうことと、もう一つはちょっとこれ完全表裏一体ですけど、アイドルというものが持つというか帯びてしまう一種の不幸さみたいなものをまあ解消とは言わないまでも軽減できないものかっていうのがずっとあって、でそれに関してちょっともうこのタイミングではどうしてもこの件をちょっとお話しいただかないことには始まらないのでちょっと伺いますが、峯岸みなみさんの丸刈り動画事件というかありましたね。まずちょっとその件について秋元さんどうお考えなのかを率直に伺いたいんですが。やっぱりそのメンバーの意思を尊重するっていうことと、それからその、世間での見え方はやっぱり誤差を生むなと、つまりいくらそのメンバーがのことを思い、それをストレートにじゃあそのまま出してあげようと思っても、多分それが昔の小さい頃の AKB だったらそこでそのリアルさとか、そういうふうに思ってんだっていうのが直でよかったんだけど、やっぱりあそこまで大きなニュースになっちゃうと、その本人も自分が、言ったことしたことがすごくこう大事になって、余計な負荷をかけてしまうのかなと思いました。それはどういうことかっていうと、もともとはそういう話があった時に、峯岸の方から自分でファンの皆さんに伝えたいと、でその方法がその YouTube っていうのが前の前田敦子が、選挙を辞退する時の、あれが、まあ、一番、いいんじゃないかとかっていう話になり、じゃあそれでっていう話でスタートしてたんですね。ところが、まあ、その本人がそのもっとなんだろうな、自分が反省しているということを表してくて、そういう行動を取ったと、まあ、それがその多分なんだろうな、ある種の気合だったと思うんですよね、多分本人的にはね。ただそれが気合とか以前に、それはある種のその場にいたその、ヘアメイクとかわからないですけど、管理責任も問われるだろうし、大人としての周りの反応とかも問われることになったことを、本人は逆にこう心配しちゃってるっていうところが、どこまでが、まあ、今だから AKB が抱えてる問題ってのはそこだと思うんですよね。昔のように、そのリアルだからいい、あるいは、本人の気合が入ってるからいい、そういうことではなく、それが、どういう、つまり AKB を知らない人、AKB というその活動を知らない人にとっては、ある日、キーな姿が、僕もその YouTube を見てそのずっとチェックする間もなく出てしまったので。そうなんですか。その辺も伺いたかったんですよね。だからそれはね、当然ずっとその全員のことを見てるわけではないので、どの段階でお知りになったんですか？その YouTube です。あ、マジですか？そうですか。もちろんあれですよ、その謝罪コメントをしたいっていうのも知ってましたし、謝罪コメントを今日ね、そのなんかの時に撮りますっていうのは聞いてましたけど、丸刈りになってるっていうのは、いやそれはもう途中で連絡が入りましたよ。でも想像では、まあ多分こうなんかちょっと短くしたんだろうな程度に思うじゃないですか。あそこまでとは思わなかった。思わなかったですね。その後峯岸さんご本人とお話ししたりとかって、メールのやり取りでも、まあ、メールのやり取りでもあと電話でも話しましたがね、でもまあ本人はやっぱりその事の大きさ、事が大きくなっていくことに対しての、まあ、不安ですよね。つまりまあ、そのことがAKB に迷惑をかけて逆にね、なんじゃないかっていう。これはやっぱでも秋元さんも多分そう思われてるのかもしれないですけど、とにかくその周りの大人はこれがありだと思ったのかっていうのが、結構僕ら的にはちょっと信じがたいっていうか、やっぱあまりにも世間一般の常識と乖離しすぎてるというか、なので例えば世の中の人はそれこそ秋元さんが支持したと思って誤解してる人だっているだろうし、まあもちろん当たり前だけども、僕はそれにはいたら止めたでしょうね。ただ問題はそこに僕がいて止めたか止めないかっていうことよりも、やっぱりそうまでしてその反省の意を見せたかったっていうことに、もしかしたらその今までのね、そのスキャンダルと対峙することへの、難しさっていうのがあるのかなと思いましたよね。やっぱそこで例えばファンの、僕がもっとこうディープなね、本当に AKB 一筋のファンで、峯岸さんのファンでだったら、その気合いやよしみたいな受け方をすることも可能、ありえない話じゃないと思うけど、やっぱりこういうことが起こるたびに、これ別に丸刈りじゃなくても、こういうことが起こるたびになんか世間との距離感みたいなのが改めて浮き彫りになっちゃうと思うんですよ。つまりアイドルという文化と恋愛禁止っていうのにそれなりの妥当性があるのはみんな、まあそうなんでしょうねとは思いながら、そんなに罰されるようなことなのっていうのはやっぱ世の中的には、ちょっと違うかな。まあもちろん一つは、多分ね、そこが AKB の中でまあ難しいところなのは、できるだけそのファンの皆さんとメンバーの距離感を近くしたい。だから例えば一つの判断は、例えば SNS のような、つまり Google プラスのようなものを、あるいは Twitter みたいなことをある種許可してる時点で、もう情報はダダ漏れで、危険性もありますもんね。でもそれも含めて AKB だなっていうのがあって、だからもしかしたらそういうことも本来ならばもっとあれもダメこれもダメ、あるいは世間に対してそういうことしちゃダメ、あるいはなんか例えば謝罪のコメントなんかなしとかっていうのもできなくはないと思うんですよ。もっと完全管理した状態っていうのは可能だと。だけど果たしてそれがいいのかなというのがあって、どうなのかなって、まだ結論は出ないんですけどね。ただ決してね、その大人たちがそのけしかけたとか、あるいはその大人たちが黙認したとかではなくね、やっぱりそこの本人の思いっていうものがどこまでなんだろうな、伝えていいものなのかってことですよね。尊重した結果っていうね、まあちょっと本筋とはずれますけど、ちょっと心配なのは今峯岸さん大丈夫かなっていうのは、今の状態がむしろ心配っていうか。いやもちろん元気ですよ。だけどほら、何をやってもだから本来はここで僕がこういうコメントをすればしたらまた炎上するし、話題に出せば出すほどね。だから本当はそういうことはコメントしない方がいいなと思うんだけども、でも今日せっかくね、本村さんが先週のを聞かせていただいたし、ちゃんと話すべきだなと思って話すんですけど、つまり例えばそういうことが一大事になったと、ね、その峯岸が、うん、で本人も慌てて、まあ、まあ当然周りもみんなどうしたどうした、うん、なんだこれはってことになるじゃないですか、そうなりました。そしたら今度は周りの、メンバーが初期メンバーが大変だっていうんで集まったと、まあ、それは僕らも知らないところでですよね、メンバーたちが、メンバー同士のメンバー同士が集まった、はい、で彼女たちはそのみーちゃんがそんなにね、深刻で大変なんじゃないんです、気合いなんですよっていうようなことをやろうと思って、多分わからないけど写真撮ったんでしょう、きっとピースしてる写真だよね。で今度はピースしてると今度はお前反省してないのかってなる。だからなんかそこのなんかやればやるほどね、そうそうそう、だからなんかね、その今メンバーもなんかすごくかわいそうだなと思う、いやそうですよ、でもやっぱあの絵面がもうはっきりネガティブなものとしてある以上は、何かやっても炎上、やらなくても、僕やっぱ言わなくてもやっぱり邪推も生むし、やっぱ秋元さんの指示なんでしょうどうせっていうさ、思ってる人だって当然いるだろうし、自分でやったんじゃなくてやらされたんだって誤解してる人もやっぱりいっぱいいるし、ただその彼女がそこまで思い詰めるようなことなのかっていうのが、やっぱその世間から見ると異様なことにやっぱ見えちゃうと、だからそれは分からないよね。つまり分からないっていうのは、本人がどこまでそれをその問題視するかね。つまり例えばこれはもう誤解呼ぶからもう言いたくもないし言わないんだけども、僕はその恋愛禁止条例っていうのは、ね、一つのネタとしては歌にしたり、あるいはネタとしては、そうだよな、うちは、ね、恋愛禁止条例だからなって言ってるけども、例えばテレビのコメントでも、なんだっけな、EXILEの番組出た時も、まあ、うちは緩いからねとかっていうのを言ってるように、決してその恋愛が禁止なんではなくて、それはメンバーにも言ったんだけども、はい、多分高校野球で甲子園を目指してる人は、多分恋愛する時間がないんじゃないかと、分かんないですよそれは、イメージで言うと、多分その、ガールフレンドと会ってる間、もしかしたら素振りをしたいのかもしれないし、あるいは、朝から晩まで走ってるのかもしれないしっていうようなことで、まあそれはなかなか難しいかもね。でもその本当に好きな人ができたらそれはしょうがないんじゃないかっていう話はしてましたよね、ただなんかペナルティーみたいなのもやっぱりあるわけじゃない、それもネタなんですか。いやペナルティーはネタっていうとなんかね、面白がっちゃってるみたいだから、そうじゃなくて、どうしたら、つまり、メンバーは多分ね、どうしたら今まで応援してくださったファンが許してくれるだろうかっていうことを考えると思うんですよ。許すね、まあそうか、要はユーザーがやっぱりそれを望んでいない以上はっていうことですかね。そうでしょうね。だからどっちだってもうはっきりしてますよね。そういうスキャンダルが出てやっぱ離れちゃう人と、そこの何かそのなんだろうな、その何かすることによってそのまあイメージで言えば社会奉仕みたいな。ね、社会奉仕、お掃除10時間とか、だから昔よく言ってたのはトイレ掃除とかそういうのもありじゃないのとかっていうのはありましたよね。うちの、ラジオのコンバットレックという、男が提案したあれで、せっかく総選挙というシステムがあるんだから、そういうのを要するに自己責任というか、恋愛まあ、ありというかその自己責任で引き受けた上で順位をつければいいじゃないの、っていうようなことを言ってたりもしてましたけど、その方がどうですかアイデアとして。まあ、要は秋元さんがおっしゃってるのはそういうことで、その恋愛するなとは言ってないと、ただファンの人がそれで納得するかどうかは別問題。まあ今年どうなるのか分かりませんけども、やるとしたらそうなるでしょうねきっと。やっぱりそのつまりね、みんなその厳しく何かこれは禁止令でこういうペナルティーがあります、例えば、一番ファンの皆さんがおっしゃるのは、なんでそのペナルティーが違うんだと、ルールがそうそう一貫してない、違うじゃないかっていうの聞きますね、でそれはルールがないからなんだよね。そんなものは本当はないから、ルールがないしそのペナルティーの規則もないから、でも例えばそのなんですかね、例えばずっとそういうのがね、噂であるけど気をつけなさいっていうマネージャーが指導したり、あるいは遅刻してくるんで、それはダメだよっていうことがあった上での何かと、あるいは何にもなくて過去のことだったりとかで、あるいはそのキャラクターとか、そういうことで何か考えることはありますけどね。ただもうなんだろう、もう万策尽き果てたから万策尽き果てた、そのつまりメンバーに任せると、はい、まあいろんなね自分の中のアピールも出てきちゃうし、うん、っていうことで言うとなんかこう何やっても狙ってるように思われちゃう。あ、うん、だから、うん、もう、コンポデラックスがおっしゃるようにもしかしたら本当自己責任で、はい、もうね、好きなようにして、うん、それでファンの皆さんが、うんうん、ね、逆にあいつは彼氏いるらしいけど、うん、悔しいって思いながら、うんうん、それがでも応援しちゃおうと思うかもしれないし、